格闘家の朝倉未来さんが2021年11月20日に放送された「朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円」「ABEMA」をめぐる疑惑に対し Twitter で反論している注目を集めた朝倉未来さんの反論オーディションで選ばれた喧嘩自慢と朝倉さんが対戦する企画が放送された同番組 番組には喧嘩屋の久保田聡さん元タレントの後藤裕樹さんビッグバンウェルター級現役王者キックボクサーのモハンドラゴン選手が出場したがいずれも朝倉さんの圧勝となっていたにわかが言ってるから言っとくしかし番組放送後ネット上ではオーディションに元ラグビー選手や総合格闘技で ポーランド2位になっていた選手、元 K1 選手や、元テコンドー選手などが参加していたと話題に、一部ネットユーザーから、強いやつ振り落とすオーディションだったなんでこいつらと戦わないのか、強そうな大きな相手から逃げて、勝てそうな素人だけ選んでるといった疑惑の声が集まっていた。こうした批判を受け、朝倉さんは11月22日に、 ツイッターで町の喧嘩自慢で手加減しすぎて勘違いさせてしまったのが原因かなポーランドとかラグビーとかにわかが言ってるから言っとくとしまあまあ強いだろうけど本気でやったら相手にはならないと反論していたこの投稿に朝倉さんのもとには誰とやってもいろいろ言ってくる人たちいますよねそもそも未来さん並みに強かったら格闘技で売れてるはず 今回の三人は、みんなが想像してた、喧嘩企画からかけ離れた人選だった。などと、様々な声が集まっていた。